よろしくお願いします。ダークネスエボルブが出てから正直2ピック全然やっていないのでよくわからないということで、よくわからなくてもいけそうなロイヤルでいきます。なるほど。他に左で右の騎士王の移行とかも結構2ピックだと強いカードなんですけど、序盤からアミュレットを取るというのが結構マイナスポイントになるので、ここは左で。なるほど、これは左ですかね。レイジングジェネラルが結構弱いカードなので、いいで、そうですね、これも左が強いですね。わがままプリンセスはちょっと1コストがどれくらい取れるかもわからないので、安定する左で。これはなんだこいつ、初めて見た。進化後フォロワーがいるなら潜伏、どうでもいいですね。これは右で、勇敢なる騎士。旗持ってるけどな。アドバンスブレーダーの方がアドバンスブレーダー強そうだな。1コストはあんまり取りたくないんですよね。ということで左で死の教え激励の舞。セントリーナイトは結構強い。これ右ですかね。激励の舞は本当に0か100かみたいなカードなんで、あんまり取りたくないですね。これは守護か。マンモス欲しいんですけど、めちゃめちゃ強いんですけど、ちょっと運命の泉は足をめちゃめちゃ引っ張ってしまってるので、これはさすがに右ですね。運命の泉がまあ弱いんですよ。で、これは左ですか。軽いカード欲しいなら右でもいいんですけど、どうなんだろうな。軽く行った方がいいのかな。わかんねえな。いやー、わかんないな、これ。軽くいってもいい気がするな、ここまでに。ちょっと軽めにしてみます。いいにします。パーシバルはまあ悪くはないんですけど、強くもなくて、22のいる方ですかね。ここはいない。くの位置もまあ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 勝ってる時は強いので、4コスト欲しいですね。4コストが欲しくて、除去もないので、これは取っても良さそうですね。左を4ターン、これはもうフローラルフェンサー最強なんで右です。3コストを埋めるために右か、強いカードを取る左かみたいな感じですね。でも現状1コスが3枚あるので、3コストはそんなに重要視しなくても良さそうですね。3ターン目に1足す2みたいな動きが多分結構できるので、
キッシュでいいのかな。なんかキッシュ強そうな香りがするのでこっちにしましょう。うわ、また、まあ、なんでマンモスと一緒に弱いカードがついてくるんだよこれ。いやでもこのデッキなら打てるかな。デモンストライク、リザードマン、でももうマンモスって感じでもないのかな。総合力で左にします。武装強化、武装強化はいいっすね。ジャイアントスレイヤーもいいんですけど、ヴァンガードは弱いので。いいだよ、なんか来い。なんとも言えない。征服したいけどこれがいくらなんでも弱すぎる。いいにします。あ、準備完了してる。よろしくお願いします。強いのか弱いのかもよくわかんないデッキですねこれ。なんとかなるでしょう。ヴァンパイア、どうぞ覚悟を。ヴァンパイアなんかツーピック弱い気がするんですけどね。そんなこともないのかな。いやもうこれ武装強化のゴリゴリを狙ってみるか。いいのかな。口づけ飛んできたらやばいな。いやまあ飛んでこないでしょう。いやもう兄さんのゴリゴリの動きでそのまま行きましょう。進化すると指揮官カードがあれば1-1。なるほど。カプトジェネラルは指揮官。血の取引。いやもうそんなの許さないですよ俺は。行け。ゴリゴリで勝てるでしょこれ。いただくわよ。今度は刺し。次のは進化があるので、できるだけ盤面は清算しておきたいんですけど、一番強いのがガードロープレイダーで、ガード、あと復讐に入れるかどうかみたいな話ですよね。相手に復讐を許すかどうかみたいな話があって。デモンハンドアサシン出してくるくらいだから多分あるんだろうな復讐のカード。なんでここはちょっと軽く、薄木が止まった。バレッジはしょうがねえな。我が旗に集え。手に回ってみます。ワードローブレイダー、カーストジェネラル出してもワードローブレイダーだと全滅しちゃうので、ちょっと温存する形で。ただこいつも倒さないと結構大変なことになるよという、中途半端といえば中途半端な選択をしました。でおお強いこれ、ナイトが出てくる。我が旗を回収し、任せてください。これは嬉しい。姫様に合わせる顔が。これはすごいコンボなんじゃないか、もしかして。カーストジェネラルが進め、進化するとこれで決めます。
ナイトが出てきて、ナイトがダッシュ。任せてください。で、悲しみを取ってみせる。どうしよう。削りたくないけどな。でも行くしかないよなこれ。行くしかねえ。鈍いな。押せ。なんか強い復讐カード使われたら最悪だな。でもなんかなさそう。脱陸ショーの始まりよ。ガーリルからバンビーちゃんすごいな。なるほど、こいつはさすがに倒さない。ただ出てきて、任せてアイデタンチュー必須を自分の場にシンクボール、あ、ドレインがついた。なんだこいつ。なるほど、こいつは倒さないとダメよということですよね。ん？でもアルビダのあれって、あ、でも関係ないか。4点の、あれ分かってる ?3.4 点の分かってるんじゃないこれ。3,5,6 だな。分かってる。なんだこれ、分かってるじゃん。お頭の身は私が守るやす。なんもないよな。こいつ関係ないもんな。どうするの、こう。で、進化すると、ウィシュが出てきて、スノーマンみたいな。欲しけりゃ奪え。それが歪みだ。やった。悲しみを立ってみて。押せ。おお、強いね。こいつ強い。これで、では2試合目のデッキを作ろうと思いますが、1試合目にロイヤルを使ったのでロイヤルは選べません。まあ、LOですかね。腕が鳴るな。します。うわ、出たダークエンジェルオリビエ。なんかダークエンジェルオリビエがめちゃめちゃ強いらしいし、多分強いと思うのでこっちにします。で、そうなると、まあそうっすね、そこまで耐えればみたいな形もありますし、まあ、フェアリーを増やすカードを序盤は取りたいので、右で、あ、強い強いな。右めちゃめちゃ強いな。ちょっと4-4になっちゃいますけど、右めちゃめちゃ強いので右で、クレの獣人は弱いんですけど、森嵐は欲しいんですよね。まあでも左、総合力の左ですかね、これは。で、まどろみの森はめちゃめちゃ弱くて、エルフバードは結構強い。で、トレントが言うほど悪くないけど、まあ弱くて、自然の導きは多分普通くらいですよね。臨場戻して戻すカードあるんかいなという話もあるので、まあ、まとろみの森取りたくないな。さすがにかな。さすがに左かな。これはそうですね、フェアリーミスプラはいいんですけど、トレントかな。
まあ、でもエルフプリンセスメイジからのトレントの動きがこの時実は結構見えてたりするのかな。ちょっとやってみるか。ティアの代わりにトレントで戦えねえかな。戦えるといいな。エンジェルスナイパーちょっとかなり欲しくないカードなので左で、まどろみな森はやっぱり取りたくないですね。左にします。森神と収穫祭アメレットは今0枚なので取ってもいいですね。これ以上4コスの進化を増やすのどうなんだろうな。まあいいのか、入れましょうか。ローズガーデンキーパー多分めちゃめちゃ強いですよね。これ入れます。で森嵐の報いが欲しいのでエルフトラッカーも強いです。右手カリカード欲しいんですけどね。太古の森神の強さがよくわかんないなこれ。これは弱そうだな。よくわかんないので左にしましょう。軽いカードが欲しいですね。これは左がいいですね。ちょっとギルガメッシュ、ミノタウロスもここまでちょっとデッキが重いと正直欲しいんですよね。正直軽いカードが欲しい。多分ギルガメッシュは間に合いそうにないのでちょっと左にしましょう。まどろみの森ばっかりだな。ヤシのエルフ見たくはないんで左で。ティアで、いやエンシェントエルフ、ティアで。結構重くなってしまったので速攻を決めてくるようなデッキが出てくるとちょっと危ういですね。遅くなってしまえば多分オリビエがなんとかしてくれることでしょう。よいしょっ。狙った獲物は逃さない。光があなたを導くでしょう。ショップはもう重機がとにかく強力なのでひたすらそれをどうしようみたいな試合になりそうですね。出てこなければゲソ、2枚出てきたら負けそうですね。あ、でもそうですね、ローズガーデンキーパーがあるので結構なんとかこの辺がなんとかしてくれそうな気はしますね。ミノ対ミノを挑むか。森嵐は取っときたいな。我は己の意志を守りしも。お願いします。すげえ絵面だなこれ。はい、力の何もなしか。ここは俺たちの縄張りだぜ。問題はオリビエを引けなかった時なんですよね。このデッキ引ければまあ大体いいと思うんですけど。あ、なるほど。相手のビショップもこれかなり重たい感じなんですかね。いっぱい並べるか何も出さないかどっちかですけど、ここは並べ
テンは面白そうかな。テミスはまだなくて、鉄槌の僧侶があって、やっぱここで何も出さないと相手にやりたいことやられちゃうので、今日も森は平穏ね。出しましょう。狩りはここからだ。来いよ。どうなんだろう。俺たちの縄張りだ。結構怪しいですが。うわー、強い。ミスフェアリーウィスパラーは残ってほしかったな。まあ、リザードマンが残っただけ。よしとしましょう。手札的に受け切る展開だったら前のターン何も出さなくてもよかったんですが、試合を終わらせるカードを今のところ引いてないので、もしあそこで放置して何も引けなかったらどうしようみたいなところですよね。なんでちょっと怖くなって返したんですけど、どうなることやら。トレント、トレントは66で使いたいな。トレントは試合を決めてくれそうな気がするので、しるべがなくて人の子は私がお守りいたします。チコスを大事に持って7ターン目に66でいきたいですね。俺の未来はこれトレントにかかってますね。トレント頼む。うわぁ、トラ2体だ。導きでドローして嬉しいカードがあるかどうかって話ですよね。響きはなんか今ここで打っても良さそうな雰囲気があるんですけど、引いて嬉しいカードがそんなにあるかということと、今後めちゃくちゃ使い回したいカードを引いた時に後悔しそうではあるんですよね。だったらもうトレント出しちゃって、またもうローズガーデンキーパーをラッシュして、いやー、いけるのかな、わかんないけど行きましょう。お任せください。フェアリーはなんか持っておいた方が良さそうですね。収穫祭とか引いた時に必要っぽいので取っておきましょう。翼の王子、うわぁ、めちゃめちゃ強くなった。いきなりなるほど。おお、神これを待ってた。これダークエンジェルオリビエを自然の導きで戻したら俺進化9回使えるじゃん。それまで耐えましょう。逃しはせんぞ。耐えるプランでいけば。なんかこれ4が取らに行くのはさすがにちょっと日和りすぎなので、ここは顔に行って
まあ、出さなくていいですかね。ここを出しちゃうと結構、うん、損するだけになりそうなので、何も出さないで10ターン目まで待った方がいいよな。9ターン目使うよりは、まあ、一応ここで視天使のことは考えてなかったな。視天使されると確かにやばいな。まあでもやるしかないな。視天使されたらその時考えましょう。オリビエ、使い回したい。トレードしてサタンとか視天使みたいな、こうゲームを終わらせるカードが出てくるとちょっと面倒ですね、これは。それまでは多分何とでもなると思うんですけど、次のターンにオリビアはそんな出したくないので、いやでも出すのかな。いや出さないよな。私が助けてあげるからね。何して、元気を出して、森の汚れを払いましょう。元気を出して。で、おしまいで。うわ、体力にいかない相手のほら全て消滅、加速発動、うわ強い。いやなるほど、こいつは戻したくないので、あすごい進化が9回から12回に増えた。これここまでいけば勝てそう。これで終わりだ。茨に包まれて倒しませんわよ。出さない方がいいか。出さない方がいいな。出しても鷹に倒されるだけですもんね、これね。なんかもうちょっと半ばやりたいだけみたいになってきましたけど。いやでも勝てる。やばい、戻してる暇あんのかな、これ。アルシフェルだ。強い、強いな。え、どうしよう。いっか。新たなる世界を求めて。狩りはここからだ。本当に戻すのか、こいつ。いや、でもこいつ戻さないともう、二度と使い道がない。戻そう。なんかこれこのプランで間に合わない気がしてきました。野心様には近づけさせません。野心様には近づけさせません。10点ある、10点あるな。私は逃しはセンサー、死の武闘とかはもちろん負けなんですか。邪神様、何して。この領域は絶対不可視。我は強将の剣なり。凍りつけ邪神様。ティアは戻すのかなあ。戻さないよな。戻しても守護ってなさそうだしな。いや死にたくない。うわー、オーディンだ。
ここが我らの戦場だ。ダークエンジェルオリビエ自然の導きに戻すのやりすぎでしょ。見事な動きだ。いや、負けてしまいました。これで1-1ですね。で、敵を作成と。最後はどうしようかな。いや、僕もビショップを信じてみます。やっぱビショップでしょこのゲームは。オーディンとテンクラを清流強そう。金賞の宣告行為プリストエクソシストクリリックこっちかな。左か。行為プリスト弱いですもんね。で、これはちょっとだな。レディアンスエンジェルは結構強そうなので2で思い出き組むことになりそうですかね。翼の王子、翼の王子強かったな、さっきやられて。治癒の祈り弱いですもんね、多分基本的に。まあ、ここ巣だらけになっちゃいますけど、左にします。スカイスピリット。あ、なんか強そうなこと書いてあるな。左で。漆黒の法典は嬉しいですね。解読は6ターン目に打つと手札が溢れそうなんだよな。もっと遅くで、まあ、守るデッキなので手札負けしないためにも左でしょう。がっつり守りましょう。これはとにかく氷イメージ。あ、左取っちゃった。確認しようとしたら左取っちゃいました。いや、でもこれどうなんだろうな。ガーディアンシスター欲しいっすね。ドローも欲しいっすね。もうひたすらなんか相手の手札が切れるな待つみたいな。ああ、重機の指がいいっすね。もう一枚。ない。大衆道場。でもここは2コストをもうちょっと増やしときたいっすね。2コスト取りましょう。2コストが欲しいです。ハジャの光。守護の力が激弱なので、この左で。強えな右。いいしょ。これはさすがに勝てそう。ダークエンジェルオリビアを戻すとかバカなお金をしなければさすがに勝てそうだな。まあ勝てるカード1枚で勝てるカードは結構入ってるので、その辺をどうやって決めるか感じになりそうです。おっ、クロマンスはいいですね。アジアの光が入ってるんで、モルディカイが出てきても何とかなりそう。先行4ターン目のガーディアンシスター多分めちゃめちゃ強いのでキープします。1,2,3,4 だけど、これを3ターン目に置くのか。
何とも言えないですね。エンジェル後回しで良さそうっすね。構築とかだと結構ベルエンジェルは2ターン目に出すんですけど、カウントダウン1だもんな。3ターン目に2、3が出てきたらただの手札マイナス1だからな。なんか意外と押し切りそうだなこれ。全然なんか予想もしてなかったですけど、こんな展開になるか。うーん、墓場を増やされるのを嫌ってデモンストライクか、無視していいからガーディアンシスターか。いたずらなネクロマンサーが出ると、うーん、どうなるんだろうな。あんま関係なさそうかな。ただ墓場が増えちゃうんですよね。墓場は気にしないでいくか。その身に天の祝福を刻んでやろう。攻めてみます。次のターン進化する前に倒せばプラス2で済むので、まあまあまあ、これがプラス4されちゃうとやっぱ結構いろいろ悪さされそうなんですが、プラス2でとどまるなら未来も明るいでしょう。僕の、なるほど、クモツさん、地獄の解放者進化がイクマンの魂を君に捧げるよ。倒してニーニーを倒すかな。そうすると、うーん、そうですね、47、7点取ると残り5点になって、いや、わけわかんないな。私の滅び、これを置いておくとどうなるんだろう。なんかよくわかんない。置いておけば必ず3人に彼が突っ込んでくるはず。我が剣に捧ぐ。進化はわかんないけどしない。これでゴーストが出ちゃうのか。まあ、しかしこいつはもう消滅は、あ、でも進化すれば、いやでも進化しても殴ったらダメになっちゃうのか。不思議なカードですねこれも。出てくるけど、あれ？こいつも消滅してしまうのでは。かなりなんか死ぬだけのゾンビが
出てるじゃん。変化して何もしないか。あ、なるほど。で、ここでダークポンジが来なかった。11か。いやー、わかんねえな、これ。あのキャラ進化してればよかったっていう話にはなってるんですけど、あのキャラ進化してればよかったな、これ。まあでも言ってもしょうがないのでフォローします。あと、まあこうなった以上ゆっくりやるしかないので、進化して倒す黄金の槍を輝け、ね、ただこの受けてみよう土の感触。削り切れるっていう判断を前の端に下せてれば、まあ進化できたんですけど、進化した場合逆に全滅を取られているとやっぱ点数が足りなくなって、その分進化の前進化差がついちゃって後半は苦しいので、まあどっちもどっちだった気はするんですけどね。これを、なるほど、相打ちするかどうか。進化するかどうかもあるのか。進化せず相打ち、まあこれは、いやでもな、いや、ここで大修道場すると、スパサの文字は関係ない、これしかないのかな。この辺は悪欲を汚す者に裁きを、ためにできておきたいですよね。なんの戦なので迷うの、もちろんあるとは限らないので、いざとなった時には出したいんですけど、出さざるを得ないんですが、できれば持っておきたい。これ消えの炎魂あたりで軽く裁かれてしまうとだいぶきついので、多分オーディン出さざるを得なくなっちゃうんですけど、それ以下の盤面になるならオーディンは取っときたいですね。死の一線、消えの炎魂、ああ、これは当然、これも神の導き、いいですね。まだまだお子様ね、火の尊厳のため。ああ、なるほど、ホワイトキングは強いな。カウントダウンを進めて4号で1残ったホワイトキングをうまく処理する手段がまあないんすよね。逆に3残ってるやつはデモンストライクで倒せるという話になるのか。多分まくるためにも、いやー、オーディンやらなきゃダメなのかな。でもオーディンやっても勝てないよな、これ。で、宿命を守るの。こいつも出すか、出すか、出すか。野心様には近づけさせません。ここの動きがどうなるかですね。デッキの中に入ってる勝てそうなカードがジャンヌとルシフェルと、祈りが途絶えて、
相手進化残ってんすよね。なんで一回相手の進化したやつを、まあ、オーディンなりでうまくさばかないと未来がないので、やっぱオーディンは取っとかないとダメですね。私はここにいる。モルディカイとは言わずも、多分進化したやつはこいつで倒さないと。見せてあげる。あ、なるほど、バラしてきましたね。バラされるのが一番きついんですよ。ジャスイ様、主力が2体いるのでオーディンが全然美味しくないという、かなり感じの悪い形ですが、これはもう出すしかないでしょう。これでモンセイカに持ってたらもうパレスね。一応次のターンに重機のカウントを進めればそこそこの盤面にはなりそうなので、このターンの相手の動きが弱ければ チャンスはありそうですけども、このターンの動き次第ですね。苦しい、亡霊、寒い、おいでなさい。弱い、これは、おお、しかもジャンヌダルク、でもなー、ここじゃねえよなー、ここじゃねえよなー、ここで出しても意味ないっすもんね。運ぶのだ。1点足りないですもんね。デモンストライク4点だったら勝ってんだけどな。で倒したくねー、倒したくねーけど倒すしかねー。我が槍を受けよ。どっちがいいとこあるのかな。なさそうだな。我が槍を受けよ。で、ここで倒せば。土の感触素敵。なんとかならねえかな。え、幽体か。うわあ、死んだ。その力。ああ、いや、そこで殴り切る判断だったのかな。なるほど、ありがとうございました。はい、ということで、はい、ツーピックはなんとか私勝たせていただきました。ありがとうございました。負けました、はい、いやでもやっぱツーピックも面白いですね。面白かったですね、はい、結構やっぱ何を警戒していいか分かんないから僕も一生モルディカイを警戒しなきゃとか言ってずっとオーディン出したくねえ出したくねえってなって、そうですね、俺もテミス来るかもしんないから並べたくねえやってたんですけど、いや、そうっすね、やっぱね、結構あのエルフはフィニッシャー不在的な感じだったんですか、はい、オリビエが行っていや、あれなんか戻したくなっちゃってドリームコンボだと思って俺が帰ってくる俺が帰ってくるんだ。進化9回使い、しかも手札にまた導きがあって、これ進化12回使えるじゃん勝ちかとか思ったら全然押し切られましたね。なるほど、フォロワーがいなくて。そうですよね、はい、まあその1体ってちっちゃいですもんね。そうなんですよ、いやもうあれ多分やりたくなっちゃって、あれを狙わなければなんかもうちょっと違う試合になったかもしれないですね。なんですけど、ちょっと2ピックで思わぬコンボを見つけてしまい、やりたくなっちゃいました。ありがとうございました。ツーピックもぜひまたお願いします。乾杯した。はい、というわけで、いつものように、はい、この辺に、はい、PC からご覧の方はチャンネル登録のボタンがあると思いますので、よろしければそちらからご登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は画面下概要欄の方から、はい、お願いいたします。あとね、ファミツアップにこのままやっております。そちらでもシャドーオーバースやっておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。